はい、皆さんこんにちは。サイクルスポーツチャンネル新製品紹介動画のお時間です。はい、今日はですね、野辺山シクロクロスの会場に一つお邪魔しております。で、そんなアウトドアな会場から、ご紹介したいのはベスビーの E マウンテンバイク TRS2AM でございます。で、これはベスビー初の、フルサスペンション E マウンテンバイクになりますね。はい、一体どういうユニットがついていたりとか、航続距離どれくらいなのみたいなのをちょっと最後紹介していきたいと思います。E バイクといえばですね、やっぱりユニット何使ってるのっていうのが気になると思うんですけども、この TRS2 は、シマノステップスの E8080 という一番、ユニットで最上級グレードのものを搭載しております。非常にトルクが強くてですね、かつシマノのステップスが開発で目指している、まるで人の手でこう後ろからスッと押されるようなアシスト感というのを一番スムーズな形で、実現しているのがこの E8080 という最上級のユニットになります。で、それに組み合わされるのがバッテリーが当然あるわけなんですけど、こう一見するとね、ちょっとバッテリー全然あれどこにあるんだろうみたいな感じに見えるんですけども、このダウンチューブにここちょっとこの下から映してみてくださいんですけど、ここに内蔵バッテリーがあります。で、これがシマノ純正ではなくて、ベスビーがですね独自に開発したフレーム内蔵のバッテリーが組み合わされているということで、はい、なんでじゃちょっとユニットにじゃこれはスイッチを入れてみると、スイッチはなんとこれスイッチもスマートにこう内蔵されてる、かっこいいですね。じゃあ押してみます。ピッ、スイッチ、はい、オンになりました。これオフってなってるのはアシストが単にオフっていうことですね。この状態でペダリングしてもアシストはかかります。モード3種類あります。手元のスイッチで変更できます。まずエコ、ノーマル、そしてハイモード、この3種類ですね。で、このノーマルモードだと最長で、あ、ノーマルモードじゃない、エコモードだと最長で140キロまで走ることができるということです。はい、フルサスペンションモデルということで、フロントはですね 150mm トラベルのサスペンションがついております。こんな感じ、しっかり動いております。はい、で、タイヤサイズがですね 27.5 の 2.6 インチ、結構ご覧の通りこう太めのタイヤですね。で、前後とも同じサイズのものがついています。はい、で、コンポーネントとして合わされるのは、デオレ、リア10速のデオレが組み合わされております。この辺は、マウンテンバイクのとしては、ベタなスペックかなという感じです。ベスビー初のですねフルサス E マウンテンバイクということで、リアにももちろんサスペンションがついております。ロックショックスのサスペンションですね。しっかり荷重をかけると仕事しております。はい、ということで、これらの装備によってですね、オールマウンテン、上りも下りもいろんな山道とかこう走れるような、フルサスの E マウンテンバイクに仕上がっているというのが、TRS2 ですね。やっぱりこのシマノの最上位ユニット、これは乗ってみるのが一番分かりやすいんですけれども、ただちょっとこう滑りやすい路面とかで、ペダリングアシストパワーが発揮された時とかもですね、パワーによってスリップしちゃうとかっていうことが非常にしにくいようなユニットになっているんですよね。それが組み合わされている、アルミのフルサスバイクということなので、結構ハードな地形に走りに行きたいという方はとても興味深いモデルになってくるんじゃないかなというふうに思います。以上が TRS2AM のご紹介でした。はい、ではちょっと走っていきたいと思います。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。